江戸時代末期から由布市庄内町に伝わる庄内神楽。力強い太鼓の音とともに繰り広げられる勇壮かつユーモラスな舞は多くの人々を魅了し続けています。由布市庄内町の伝統芸能庄内神楽、江戸時代後期に文豪小野氏から伝わったと言われています。テンポの速いお囃子と勇壮な舞で、大蛇退治や岩戸開きなど神話を題材とした演目を演じ、伝統は脈々と受け継がれています。町ではおよそ30年前から神楽の団体が一堂に集まる庄内神楽祭りを開催して、伝統芸能で地域に活力をもたらそうと取り組んできました。地域連携や後進の育成が高く評価され、今年2月に総務省のふるさとづくり大賞を受賞しました。地元から庄内神楽の魅力を世界へ発信しようと新たな取り組みが始まりました。別府市にある立命館アジア太平洋大学の留学生を招いて神楽を体験してもらうのです。神楽殿に到着後、留学生は由布市総合運動公園にあるふるさと伝習館で神楽座の座員に出迎えを受けました。どうぞよろしくお願いいたします。まず神楽を舞うのに欠かせない小道具作りを体験します。神楽座の座員の指導で留学生は五兵と呼ばれる道具を作っていきます。カッターで切り込みを入れた和紙をジグザグに折り、竹の棒に差し込み完成させます。続いて神楽の基本となる足運びを学びます。神楽は右手と右足を同時に踏み出しステップを踏みます。最初は戸惑っていた留学生もコツをつかんできたようです。自分が舞っているイメージトレーニングを行いながら舞台用の神楽の衣装に着替えます。手を出す位置が分かりにくいみたいで、皆さんちょっと悪戦苦闘していますが、なんとか着れたようですね。最初どこから手出してましたっけ？最初はここから分からなかったので難しいですよね。素晴らしい素晴らしい。なんか見たことない、うん、見たことない姿です。キャニーダンス、大丈夫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 。じゃあ、本番を行きましょう。いよいよ舞台に上がります。はい、庄内神楽祭りが行われる大きな舞台に留学生が一列に並び、お囃子の音に合わせながら体得したばかりの足運びで神楽の舞を演じます。楽しかった。楽しかった。上手にできましたか？はい、上手にできました。衣服となんかダンスと衣装はちょっと難しいです。舞台体験を終え、留学生は間近で神楽座の迫力ある演目を鑑賞しました。新しい経験でとても嬉しいです。全部すごいです。全部すごい、はい、Everybody was very excited。 日本のことを学んで、興味があります。楽しんでもらってる笑顔がですね、とても印象的だったなと思っています。庄内神楽習いたいという方がですね、増えてくれればいいなと思います。庄内神楽を、大分だけではなくてですね、また全国、またその先の世界まで、いろいろと庄内神楽の魅力をですね、発信できたり知ってもらえればなと思っております。地域に根付く独特な文化と伝統を守っていく人の地域を慈しむ心を、留学生は母国の家族や友人にも発信したそうです。